サプライトはオーストラリア海軍の給油艦である。オーストラリア海軍の発注により、当時イギリス海軍補助艦隊向けに建造されていた3隻の態度型給油艦の同系艦として建造された。しかし1954年の収益直前になって、オーストラリア海軍は財政問題と人員不足から同艦の受領を一時断念し、 イギリス海軍補助艦隊に対応され、タイド・オーストラルの艦名を引き継いでいたが、1962年9月7日付で、サプライに改名された。サプライは1985年12月16日付で、退役し、1987年1月31日より、船舶解体のため台湾の高尾へ開港され、同年2月より解体された。 サプライの後継艦であるサクセスは1980年により建造が開始されていたが、同艦の収益はサプライ退役から約4ヶ月後の1986年4月23日までずれ込んだ。ありがとうございます。